リューのーーツイートーブイ <laughs> ツイートするのうほよーしなんかねこのあとねあのー、なんだっけなんかやるらしいよ。 なんたら感想会みたいなやつスペシャル生配信しかもこれさスペシャル生配信終了後アイドルマスターマスターズ・オブ・アイドル・ワールド2023終了後生配信がさあのブランドごとに分かれてんだけど何見りゃいいの俺はアイドルマスター・シャイニー・カーズアイドルマスター・サイダイムアイドルマスター・ミリオンライブアイドルマスター・シンデレラ・カーズアイドルマスター・ナムコ・プロ・オールスターズで分かれてんのやめてほしいんだけど

元気みんな俺とひななは元気元気絵描こうかなせっかくだしひななの10時に延期だってよへそんな遅まあそれはそんなすぐなできねえよないつもの黒服おじさんだどうも 黒服です。優しいおじさん。優しいおじさん <laughs> テンションが高けなんか部屋があったけえわ、今日。いいね。気分もあったかけりゃ部屋もあったけっていうことで。絵でも描こうかな。俺は絵を描きたいんだよね。実は。枠切出した瞬間、叫ばないで。ごめんね。この買ったフィギュアを元に、構図を考えて、絵を描きたい。我慢してた時の尿の温度、そうか。 明日もっと暖かいっていう、東京16度、マジでやばくねもう一気に雪降ったらもう変わったか季節が。もうそうなってくると俺の部屋、極厚になるぞ。極厚。まずい。ちょっとでも部屋が暖かくなると部屋がもう熱々になるからな。エアコン必要になってくる。今ね、ずっと、なんか部屋がね、いい感じ。鼻、 鼻あんま詰まってない。ちょっと詰まってるけど。やっぱりあの、空気清浄機の中のフィルターのほこり取ったからか分かんないけど。鼻あんま詰まってなくないね花粉今年もすごいらしいね。いやいやいや。いやいやいや。雪飛けてびちゃびちゃになるの雪飛ぶ溶けてびちゃびちゃになるフェーズはもう多分、東京は終わってるはず。分かんないけど。 今うちに鼻の粘膜焼いとけ。焼くか。でもなんか、どうなんだろうね。蓄脳症とかないのかな俺。ずっと鼻詰まってんだけど。でも前、あの CT スキャン取った時は蓄脳症もないですねって言われたんだよね。でも俺、蓄脳症なんじゃねえかなっていう鼻気もするんだよな。わかんねえけど。やぶ医者かな ?CT した。うん。 昔なんか頭が頭痛が痛いのがマジ1ヶ月ぐらいや止まなくてでなんかとりあえずじゃあ CT スキャンしてみるみたいな言われたからあ一応じゃあしますっつって,言って健康的ですって言われた <laughs> 健康的な脳みそです脳みそっていうか頭ですって言われた蓄脳もないですって言われたんだけどもしかしたらぶ医者の可能性もあります寝すぎ以外は健康まあ、シンプルに寝すぎか CT スキャンすげえ怖いよ。知ってるあの、<laughs> その人、医師免許持ってなかったよ。まあ、でも、ブラック・ジャックも医師免許持ってねえしな。名医はいるだろ。医師免許持ってなくても。これ、みんなで話し合うわけじゃないんだな。終了後、スペシャル生配信は。そのブランドごとで喋り合うんだな、多分チャンネルが分かれてるってことは、5チャンネル。アングル違うだけそういうこと そうななのかなアングル違うだけなのかなだって5チャンネルに分かれてるんだよ。推しカメラみたいなそういうことだったらなんか全体のチャンネルがあってもよくない全体カメラが。まあ一応シャイニーカラーズで俺は見るけど。誰だろうなこれチャット同じ分断は煽ってる。 あ、チャットは同じじゃないよ。やっぱりチャットもそれぞれ違う。面白かったね。マスターズ・オブ・アイドル・ワールド2023。みんな見た見たことあるめっちゃ面白かった。見てない。見た方がいいよ。今からでも。間に合う。こんなに面白いライブは、なかなか、お祭りって感じ、本当に。 お祭り騒ぎを見せてもらえたかなっていう。おじさん、コン。カン。明日も出るっていう人どれぐらい多分、ほぼね、まるまる、あの、オールスターズ以外は全部全特会だと思うよ。今後のシャニーライブも、順吾に任せた方がいい気がする <laughs>。でも、そうすると全然なんか意味がね、折り目いるのにやらないとか、やるじゃん。明日はまた明日で、また全然違う瀬戸りになると思うよ。だから。 え書こうかな、こいつで。ずっと俺こいついじっちゃった、さっき。どう面白いか言ってくれ。お祭りみたいだった。なんか。まどかにラブリー歌スタたの解釈違いって言ってる人はいた。<laughs> こじらせてます、そいつは。基本的には。だって公式が言ってんだよ。公式が、まどかは、そういうキャラだって言ったってことだから。まどかのラブリーがあるってことは。ツンデレです、まどかは。 頭の中では、ずっと P のこと考えてます。エロ漫画が正しかった。あれはそういう嫌がらせってことだぞ。エロ漫画が正しかったです。最低って言いながらエッチなことしてくれます、窓川は。俺はエロ漫画は正しくないと思ってたけど、同人頃の方がドカのことを分かってたのかもしれない。もしかしたら。まあ、解釈は人それぞれだから。公式が言ってんだから。公式が。 公式がやったことに対して解釈違いっていうのがよくわかんねえんだよな、俺は。あ、そういう設定もついたのねって思う。思うからな、俺は。どっちかっていうと、自分が今まで思ってなかったことが公式が行ってきたとしたら、素手でラーメン食ってるのが真の樋口まどか、そう。素手でラーメン食いながら P とエッチして最低って言います。それが樋口まどかです。残念ながら。皆さんの想像する樋口まどかとは少し違ったかもしれません。ただ、 それが真の樋口窓家ななんんですなんか自分の理想をさ、押し付けようとするのはよくないと思う。それが例えばさ、あの、同人誌とかで解釈違いっていうのは分かるよ。もちろん。俺も解釈違いなことはよくある。このキャラこんなこと言わなくねみたいな。まあ、樋口まどかはよくそれの解釈違いの王女みたいな女だけど、解釈違いクイーンだけど。でも、公式がやったことに関しては解釈違い。 もうクソもなくない公式がやってることはもうそうなのそれが答えなのよ自分の理想を公式に押し付けるのはおかしい二次創作に自分の理想を押し付けるのはいいけど自分の理想を公式に押し付けるのはおかしい公式も人間だから間違えるまあな公式が V にアンケート投げかけても正しいも,もちろん一番正しい公式は公式が勝手にやってるだけだそういう考えの人の方が多分 楽しい人生を送れると思う正直なんか解釈違いがどうしたっていうのはなんかもうめんどくさいから公式勝手に言っ,てる言ってるだけだしなって考えられる人間の方が楽しい人生を送れると思うからそっちの方がいいと思います俺は <laughs> 俺はやっぱり窓川素手でラーメン食うしエッチしながら最低って言い,言いながらも結局してくれるしエロいことでラブリーも歌う それが樋口まどか多分何かしらでもさそのまたラブリーを歌ってる樋口まどかでいろんな妄想できるよな明日のデモリッシュが絶望的なんだけどでもやんないとしたらやばくない、まあ、だって今日全ユニットやったじゃん曲なぜ樋口まどかがラブリーを歌うに至ったのかっていう想像をするだけでご飯12杯食えないめちゃめちゃ プロデューサーサが何を出しに使って、口まどかにラブリーを歌わせたのか、それだけでも妄想がはかどるだろう。企画にファンに歌ってほしいとか言われたとか、なんでもある本当そう。それこそなんかあの、トールを人質に取られたとかさ。やっぱトールを人質に取られたから、まずアイドルを始めたってわけだし、そこを考えるとどうしても同人頃みたいになっちゃう。いや、そこは二次創作の範疇だろ。 そこを想像するのが二次創作の楽しいところじゃないの同人頃はコンテンツも見てないのに、その、ふんわり知ったキャラクター像だけで、一人称とかも分かんないまま、あの、あれするわけじゃん。漫画とか書く人を同人頃って言うわけでしょ。例えば今だったら、流行ってるから、キャラクターも知らないのに、おっぱいの大きさだけで、バニーアスナを書くみたいな。 そういうのは同人頃なわけだろうけど。まどかは同人頃。でも、もぎたて21とかさ、なんかよくわかんねえツッの好きじゃん、まどか。なんかそういうのやっぱり、こまごま入れてきてるから、公式が。ハートマークとか好きじゃん、まどか、なんだかんだ。そこはやっぱまどかの広がり。 を感じられるよねキャラクター性のだから窓か人気があるんだよ。そういう、それこそ同人頃にもさ、いろんな可能性があるから、やっぱいろんな可能性がある女の方が、二次創作とかって書きやすいじゃん。だから多分、きっと人気がある理由の一つなんじゃない結局そういう、ツンケンしながらもプロデューサーのことが好きの可能性もあるし、本当に嫌だけどやってる可能性もあるし。 会場の上りに切れたたデレピみたいななんかあれでしょあのみんなが、いや見た、みんな見てない、それは。なんか、上りってあれだよね。なんか、俺知らなかったんだけど、あのー、会場の上りあれ、プロデューサーが書いて作ってくれたみたいね。俺知らなかった、あれ。なんで俺教えてくれなかったのあれ、俺に。俺も書きたかった。なんで切れたの切れる要素ある。上りに。<laughs> いろんな可能性あるわりに、エロンの導入全部同じの、なんだなんだ <laughs>。 知らねえけど全部同じなのかな最低って言いながらやっぱりエッチするのがそれにドームで野球をしてはいけませんって書いたら野球ファンがキレてた <laughs> どっからこれ見たらいいの東京ドームは声優ライブのためにあるんじゃねえよ 他人の成長をくだらんネタで踏みにじりやがってはまだ始まってない巨人の本拠地に野球するななんて登り立てるのは普通は過激派アンチだろ <laughs> 正しいこの人が東京ドームはアイドルの事務所でもお宅のネタ発表会でもないんだぞ正しい 東京ドームは巨人が野球をするための野球場であって声優がドームですよドームとかなんかなんとかの茶番をするためにあるためじゃないんだが正しいわスバルとコタラの公式ネタなのにでもさ公式ネタはあれでしょその何だっけあれの中で野球をしちゃいけませんでしょ東京ドームは野球していいでしょライブ中に野球していけませんとか書くべきだったな やっぱり多様性だからさ、この世は。もしかしたらそういう人がいるかもしれない。嫌がる人がいるかもしれないっていうので、考えていかなきゃいけないよね。<laughs> まあま、気にしすぎだと思うけど。普通に。この人の。誰も思わんわ。この人、ベルーナドームで始球式したのにもキレてるから、ただの巨人ファン。<laughs> いいじゃん。熱心なファンがいて、巨人は。 愛されてるよ。恵まれてる。それぐらい巨人のことが好きなんだったら仕方なくないそれは嫌だよ。自分の好きなチームの聖地が、聖地で野球するななんて書かれたら。仕方ないよ。言わせておこう。そういう気持ちもわかる。別にさ、だからって言ってさ、あのー、 なんだろうこれを、そうやって言う人もいるっていう。なんか、全員が言ってるとかだったら分かるけど、一個人がそれ言ってるだけをさ、わざわざ取り上げてさ、ネタにしたりするのってかわいそうじゃない別にツイッターってそういうの書いてもいい場所じゃないまあ、大体炎上ネタってそういうもんなんだけどな。な俺も大人になってきたかもしれね。<laughs> 一個人の、ただの、愚痴ツイートに。 わーわー言うのは良くない気がしてきた <laughs> 俺も大人になってきたかもみんなあ始まりそういつも見て楽しんでたけどまぁ言わんとしてることは分からなくもない登り出した人に直接クソリップそれはダメそれはダメです自分で愚痴言うぐらいだったらいいけどそれはダメやっちゃいけないことやっていいことがある まあ言わんとしてることは分からなくもないけどね。そうなんか自分の好きなことに対して、その、まあ冒涜じゃないけど、そういう風に思う人もいると思うからね。そういうのって。でもまあネタだって分かってるんだとしたら、別に、そのまま、あの、分かってあげた方がいいと思うような、そういうネタがあるっていうことが分かってるみたいだから、この人は、ミリオンの。 ミリオンライブの身内乗りだっていうことが分かってるから <laughs> それ分かった上でやってるっていうのはなかなか自分の好きなコンテンだからそれこそどこ見てる俺はシャイニーカラーズ見てるそれこそねなんか自分の野球でなんかねそれなんか別の なんか俺たちがさ、全然関係ない。なんか野球、野球が、なんかこっち側に入ってくるときに、なんか、言うかって言われたら言わねえしな、別に。俺たちがさ、日常生活に野球が入ってくることっていくらでもあるわけじゃん、それなりに。でもそんなときに別にさ、ふざけんじゃねえみたいな。なんで俺たちの領域に入ってくるんだよみたいな。言わないからさ。 ライブはゆっくりしていってくれっていう気持ち。そうだな。この後はいっぱいお気持ちが出てくるぞ、多分。楽しみ <laughs> 楽しみ。久しぶりの声出しライブでのお気持ち表明がいっぱい出てくるぞ、みんな。クソ楽しみだな。盛り上がってきた。くそ盛り上がってきたな。テンションが上がってきたわ。いろんなお気持ちを聞いて、何が正しいのか。世間一般では何が正しかったのか。 オート以外選べなくね何が画質え俺選べるよ 1080p もえ何の話チャンネルチャンネルはいっぱい選べるよ左にあるよずっとずっとその先へルルルルあるかなでもこんだけいいライブでお気持ち表明とかあんのかなまあその オタク同士のお気持ち証明はあるかもなどこをしてもオールスターズになるマジで俺は今のところシャイニーカラーズを見てます俺もシャイニシャニーになってる なんかコメント見るに、あの、たまどやってると見れないらしいよ。でもこれ、現地の人に対して結構かわいそうだよね。だって、現地ってこの配信ライブのチケットもさ、現地のチケットも買わなきゃいけないってことでしょこれ見たかったら。結構きつくない現地の人、大変だな。 ゴ窓ドシって言ってるようなもんなにできんのかいどうなんだろうねどういう配信なのかが分かってないから5チャンネルあるけどあー双子双子セットあれ始まった みんなそれぞれ双子セットはめっちゃ見たいな大崎久川みまみあ完全にバラバラでやるんだお男男の声がでけえ男の声がクソでけえ そん,なそんなキンキンでとってんのみんなこれ俺はシャニマスを見てます今。 まあでもみんな出ずっぱりじゃなかったからこそできる企画あすっごい声聞こえてくるコメント見られてる。 ラブリーの話するらしいあ、なんでまどかがラブリカの話してくれるらしいよ解釈一致かどうかがわかる。 窓かが一番歌いたくないところにラブリーを配置したらしいよ。 すげえいろんなとこでワチャワチャ言ってる声がする <laughs> 同じ部屋であのコーチジャケットいいな俺も欲しい。 この一番あの、喋れないやつね、俺が。会話中、人の喋ってる最中。a i 学者なかったな。チャンネル 6? 俺たちの、俺も。俺が見た。感想。俺が見た感想を言うじゃん今、そう、チャンネル6だよ、ここが。 俺もちゃんと聞きてえからさえー、そんな直近だったんだ俺たちと変わらなかったらしいよほぼ声出し解禁がわかったの リオめちゃめちゃ人の目見てしゃべるななんかでも声優さんとかなんかすっごい目を見てしゃべる気がする。 あれかなやっぱ大人の世界では目を見て話せねえやつはダメなのかな俺目を見て話せねえからダメかもしれねえ人と話しするときもななんか別のところを見て今度からはこのグラさん バレねえようにこのグラサンかけて喋ろうかな今度からあこれ映っちゃうんじゃない <laughs> 危ない危ない危ない有料有料配信を映しちゃうとこだった男と話すときも他人も見ちゃう男とはめっちゃ目見て話すみんなだったらみんなだったら大丈夫だよみんな男でしょもの、ま、すごく目を見て話すよ俺は でも女のことはマジで目見て話せん。緊張する。<laughs> 前に風俗行った時もずっとおっぱいしか見なかった。<laughs> 目は見れなかった。<laughs> 風俗だから合ってる、あ、そう。じゃあよかった。 この,この距離で俺のこと見てくるからさ無理じゃんそんなのこの距離で見てくるのチャンネルザッピングしまくったらどこも入れなくなったバンされてんじゃん いいな、ケンタッキー食いて。ケンタッキーだったらしいよ。ケータリング。これ何分ぐらいあるんだろうね。2、30分かな。もっといいもん食わせてやるジャンキーだよな、そう考えたら。ケンタッキーだとか。あと、なんか、ミスドもあったらしい。ミスタードーナッツ。 漁師会なんだこれ <laughs> 声優さんたち死んじゃうじゃんどっちしてももっとマジなのと言えるな 美味しいからいいだろ。体に悪いもんが一番うまいからね。 ゼロカロリーのやっぱ飲み物ってあんま美味しくなくないそれってなんでかっていうとちょっと体にいいからなんだよね。多分。カロリーがある方が美味しいから。ゼロカロリーは美味しくないんだよ。結局。疑似砂糖なだけ。疑似砂糖が美味しくねえ。やっぱり。人工甘味料。まずい。なんか苦い。 作られた甘さって感じする俺さっき買ったさ今日買ったこのエネリッシュがすごい人工甘味料的なゼロカロリーなんだけどこれゼロカロリーのエナジードリンクなんだけどゼロカロリーのエナジードリンクすっごい味があんま好みじゃなくてこれが30本ぐらいあるから苦しい ゼロカロリーも体に悪い。あ、本当。アスパルテームとアセルファルムは最悪。スクラロースとステビアだとちょっとマシ一緒だよ、全部。全部すぐ死ぬやつはすぐ死ぬし、死なねえやつは死なねえ。だって、タバコをさ、死ぬほど吸ってさ、80歳、90歳、100歳まで生きてる人もいればさ、クソ健康体なのにさ、 若くして亡くなっちゃう人もいるわけじゃん。だから関係ない。その人間の強さだけ、あるのは。そこに残るのは人間の強さ、本人の強さだけです。そう思わん ?M うるせえ。M クソ声でけ。 俺の声も飲んねえかな頑張って今からクソでかい声で喋ったらユシロも毒も食らえてきたさそうなあノクチルミュージックドーンからエモすぎ でも、性能が言いたかったけど、あれだな。フィフスかなフィフスはフィフスで、あれか、新曲やるかあれこないだ新曲やったっけ覚えてねいくらだから、新曲やってないよねそうだよね。で、めっちゃいいじゃんっていう話したもんな、せ那なビートの時な。 これだよって,っ,てってことは新曲だ。<laughs> 性能せーのが言えない。いつになったら言えるんですか。せーの。わかんない。せーのってあれ。コール。俺たちが言っていいのかわかんないけど。リリーベでもう見ました。いいな。リリーベってなんかみんな当たり前のように言ってるけどさ、そんな当選率高くないでしょ。 すごくない案外当たるもしかしてみんなそう思ってるから応募してないだけで最近全然 CD 何それ売れてないから出さなきゃ当選しないまあなだ俺みたいにハから諦めてる人間も結構いっぱいいるから案外出したら当たるみたいな可能性はあるな みんなダウンロード多いのかなまあ、次世代的には、あんまり、携帯じゃねえや。CD ってあんまり、みんなな、今の若い子たち。だって、パソコン持ってないんだよ。ガーゼオンガーゼ。パソコン持ってない子たちが CD 買って、どうやって携帯に入れんのよ。だって。 PC 持ってないのほんと理解できないねわかる俺もそう回して遊ぶしかないねすごい速度で指で回して爪かなんか立てたら音鳴るかなレコードだったら鳴るだろうけど マジで窓かの人あっけらかんとしてる。あっけらかんって何シャニマスチャンネルただのオタクトーク <laughs>。あんまり変わんないんだ俺たちと。本人側で聞けるだけ。感想が。 あキュープ,プロゲーあサイバーグラスなんだシンデレラガールズ少しも気にせずケロリとしている様涌井さんって自由人なんだな コイトちゃんじゃんサランちゃんリアルコイトちゃんミリオンはころわずが小鳥に一生敬語なのいえっころわずってみんなに敬語じゃないなんか。 基本的に。コラ技ってすごい敬語のイメージがあって、俺好きなんだよね。敬語萌えだから俺。割と誰にでも敬語喋ってるイメージある。ミリラジとかでも。 現地民まだ帰ってこないのかなまだ帰ってこないでしょだって。終わってから1時間ぐらいしか経ってないじゃん。近くのホテルとか撮ってない限りは。わかんない。それかもう疲れ果てて寝てんのかもしれないけど。ね、お尻洗いたい。<laughs> 今日3回ぐらいうんこしちゃった。お尻洗いたい。なんかお尻がバッチリ気がする。 ライブの後、地下に見に行って、格闘技見てる。あっちいね。なんで洗ってこなかったいや、洗ってる、洗うってうかだから、お風呂入りたい、おけつ。俺、うんこした後、おけつ、お風呂入らないと、なんか、おけつがね、調子悪いのよね。おけつ、なんか俺ね、漏れてんの、おけつ。なんかわかんないけど、おけつが漏れてんの、おけ、なんか <laughs>。 俺超液がただ誰ただん垂れ流し普段使い込んでるからマジで肛門は使ってない肛門は知らない俺肛門の快楽はだだ漏れそう。 乳首が弱いのはまあ認めるけど肛門に関してはマジで何もしてないそう思わない乳首が肛門を緩めるツボになってるありそう コモンガバガバとか。ガバガバではないんだけどね。僕ね、ガバガバなのかもしれない。コモンはでもマジでいじってないからな。<laughs> 乳首や心当たりあるけど、コモンはねえからな。 カレーの熱量が高かったらしいトー間はうんこの話したってだから複雑 <laughs> 腸液はあれがちだから痔になりそう痔ですよもうすでに最悪痔瘻になる昔確認してもらったことあってであって俺なんかケツの調子が悪いから 二郎になってないからな,なってないですよってただ肛門の調子が悪いだけです「自老ね」だって入院とか手術しないと治んないらしいからね「自老」でも分かんないけどなんか俺油断すると肛門あねなんか油断するとあの肛門がヒリヒリするの。 肛門付近が多分さ、出てるよね、腸液。<laughs> 出てないとヒリヒリしないもんね。肛門。持論になるとダブルアナルの称号もいいね、ダブルアナル。パンツにシみはついてない。なんか肛門の近辺だけ、こう、膜が張ってる。きっと、腸液の。多分俺ね、やっぱり。 肉とかめっちゃ食うじゃん、生肉とか。だから多分、きっとね、胃の、胃の中が強いと思う。辛いもん食わんでもヒリヒリする。うん、たまにね。調子悪い時は。あ、違う俺昨日辛いもん食ったわだからか俺、あれ食った中本 だからだ脳裏でケツがヒリヒリすると思ったそういうことか蒙古タンメン食べた昨日だからケツがお尻は大丈夫だけど頭大たいですだからケツがヒリヒリしてるのか今記憶力なさすぎて肛門のせいにする時いやでも肛門もあるのよ多分普段だって辛いもの食べなくてもヒリヒリする時あるし 俺多分胃が溶かす能力、その胃のあたりの多分何かこの生えてきたものを溶かす能力が強いの。俺ずっと生肉とか、色弱で生肉とか食ってるから、多分体がこの入ってきたものを消化する力が強いから、その分、多分こう全部出ていくときにその、その残留思念が肛門まで降りていってんじゃないのかな。 も腸も強いそうだってうんこもこんなの出てくるよいつもトイレいやトイレあのね詰まる詰まりはしないんだけどあ流れない時があるよくうんこ2回ぐらい流さないと1回で半分しか流れない時があるでっかいうんこが出て あの、トイレの穴がこうあるじゃん。でっかいうんこが出るから、こうベローンって。あの、流れるときに折りたたまれてこう入っていくの。こう、こう、これが横幅、うんこの横幅だとして、こうトイレの穴があるとして、こうやってうんこが出るじゃん。ブル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 って。で、流れるときにこう下に持っていかれるから、こうやってたたまれるの。うんこが。パタンって。折 <laughs> れ曲がる途中で。座れるときそうすると、こっちの残った部分、たたまれた後の残った部分が上の方に残っちゃって。 このせいでね、2回ぐらい流さないと流れないときはよくあるめちゃめちゃうんこ出る俺今日3回ぐらいしてるちなみにすでに今日2回だ2回え3回かも朝1回してキャピキャピしたしゃべりに入り込みなさそうがあって肛門の話を広げるな肛門だけに肛門は広げてねえよしかも 新幹線のトイレとか平らそう。俺新幹線とか乗ったことないから分かんない。誰得な話で。まあ、俺のうんこ好きな人いるでしょ。少なからず。 いるんですかいるんですかって何これさ、俺、どうしたらいいんだろうな今こ、この、今見てるじゃん。全然聞いてないからね、ちなみに。全然聞いてないで、うんこの話してた。なんでうんこの話はそんな楽しそうですんだ、ね、うんこが好きだからね、俺は。クソでかいうんこ2回してる今日。 いや無料で見れないやつ。有料でしか見れないやつ。有料でしか見れないやつが今、見てるけど、今、声優さんが、俺 <laughs> はこのアしか見てないから、そっちはどうでもいい。<laughs> え、あと3分しかないらしい。あれか、30分なんだ、じゃあ、この感想会が。 シャニマスのフィフス1ヶ月前でレッスン始まるのが来週なんだへえ。3週間ぐらいしかやんないんだレッスンって大変だねだって他のさ仕事もあるわけじゃん声優さんって3週間しかないんだ練習期間よう覚えられんな 逆にそこにギュってなんのかなゲネでしか全員合わせられないのがザラらしいね。3週間でもまとめてやるのかな逆に。日口土屋リオかわいいな。 <laughs> 一緒にエイペックスしようリオリオはまだエイペックスやってるのかなあもうやめたか流行ってないから今もうえリオバロやってんのレッスンの回数決まってるけどそれで足りなかったら追加とかできるへダッド出た リオ俺と一緒に俺ポケモンやろうそれか俺がやってなや今やろうとしてるゲームなんかあるほぐれが何ほぐれがって 今ここでさあのシャニーの声優さんたちがシャニーの宣伝してるけどさここシャニマス好きなやつしか見てねえだろ隣の部屋に行って宣伝した方がいそうだよね <laughs> みんなで牽制し合ってるああれかホグワーツかあホグワーツのやつやりたいあれ面白そうだよねなんかさあのー、誰だっけ琴花ちゃんの声優さんがさ名前せっちゃったごめんな安西ゆかりさんがさあれのなんか実況みたいなのツイッターでしてんの今日はなんか 技を覚えました。魔法を覚えました。みたいな。実況日のずっとツイッターでしててさ。なんで面白そうなことやってんのと思って。一人でずるくない思いながら。終わっちゃった。感想スペシャル。あとは俺の川口感想スペシャルです。あとは。残念ながら。本当に一人でやってるのかなんか、お兄ちゃんにコントローラーの設定教えてもらいます。みたいな。言ってたよ。そういうことかもしれねえ。 もしかしたら。本当にお兄ちゃんはいるのかな俺かもしかして。華やかさのクサに風邪ひきそう。めちゃめちゃ華やかじゃない俺。こんなに華やかな人間いないぜ。お兄ちゃん。お兄ちゃんって一体、俺かな俺であってほしい。めっちゃかっこよくないねえ。俺、こういうゲーム実況者になろうと思うんだけど、どうみんな。こういうゲーム実況。 ロボ、ロボ実況。それに HUD 表示できたら最高なに。ヘッドマウントディスプレイか。サイバー川口。めちゃめちゃかっこよな。俺こういう。やっぱ、ゲーム実況者ってさ、あれじゃん。あの、ミステリアスであることが、あの、その実況者の、あの、メリットというか、実況者であるべき存在。実況者が、 持,つ持,って持ってるべき資格だと思うのね。めちゃくちゃ話してるの分かってる分かってる。もしかしたら映っちゃんの写ってる。俺の名前とか住所とか映ってるかもしんないけど、その時はその時です。許してください。これいらでいいね。ここ半分ぐらいだけ割れてたらいいよな。今んとこ多分大丈夫だと思うけど、映っていけないもの、多分ないと思うけど。 さすがにここの反射でしかも住所とか分かんないでしょこれめっちゃかっこよくない ?2000 円しますこれ。<laughs> おすすめみんな。2000円。どうだね Amazon サバゲけできない。くそくそもう俺がデコピンしたら割れそう。めちゃめちゃ弱そう。目的はかっこいい。かっこいいサングラス。 あの車で友達を迎えに行くときにこれつけてたら面白いかなって思って買ったそれだけウィーって言ってこれつけてたら面白いかなっていう理由でやっぱあの車の中でさあの欲しいのよサングラスは明け方こうあの西日とかでさ前見えなくなるの危ないからでそのとき用のサングラスの一つとしてこれもあるとでこれもあるとなんかめっちゃ <laughs> 面白くないこれ。なんて検索したら出てくるんだわかんねえ。これつけてさ、こうやってさ、まずこれで一発。まず、こうやって合うじゃん。ウィーとか言って。お前なんだよ、それっつって。あ、ごめんごめんっつってこれつけて、これだったら面白くない <laughs> やりてえ。二段構え。隙を生じぬ二段構え。終わり終わり。つって、ふざけちったわ。つって。 それされたら絶対笑う <laughs>。めっちゃ面白いよね <laughs>。<laughs> あ、悪い悪いっつって。でもね、これの存在バレてっから、もう俺、つけちゃったからさ、これ過去に。だからもう一個こういう感じの、ここ,こで目がハートみたいななんか、別のちっちゃいなんかサングラスとか、じゃないとね、グラスだったらまぶたに目が入った <laughs> 多いな、要素が。すごい、樋口まどかがトレンド入ってんじゃん。 やっぱみんな窓が好きなんだな賛否起きたのかどうなんだろうねみんな好きそうだよ喜んでるもう絵描いてるやついるわ真顔のラブリーインターネットの評価見に行くか仕方ねえから チューリップが一番正義やチューリップは良かった俺でも俺サイドイム知らないし男興味ないけどいいと思っちゃったもんあれはあれはめっちゃ良かった正直あんないいもの見せられたのね俺はもう喜びのルツボです ダイザースカイもかっこよかったな。もう全然覚えてねえや。でも。青3人のダイザースカイな。めっちゃよかったよね。全然覚えてねえ。<laughs> どうしようみんな。明日は女だけでムンナイ。うわー、それ聞きてームンナイはだってな、いいもんな。曲が。まず。俺でも知ってるから。 みんな喜んでるやっぱラブリー。樋口まどか。いいな、これ。登り、イラストを登りにしてくれる企画があったんだね。知らなかったよ、これ。これ、どうやって、いつやってたのこんなの。個人でやるやつじゃないのかな登り企画は。 <laughs> うわうんうもうんう超楽しい1本8 8万八千円8 8八千円で1個作ってくれるってことそんなだけえのあれみたいな感じかあのー、なんだっけフラ,スフラワースタンドみたいな感じでみんなで融資してって感じなのかな ラブリー、樋口まどか言われる上りプロデュース券発売決定へえこんなの売ってたんだすごいねうわ本当に8万8000円じゃんたっかえぐ <laughs> へえみんな8万8000円払ったんだあでこれくれるんだ終わったら 8万8000円で高くない <laughs> 上り1本ってそんな値段しねえよな、絶対。えすげえ。みんな、8万8000円払ったんだ。8万円で野球をしてはいけませんと、文字だけ出すのもすごいね。あと、樋口まどかっていう4文字だけの後派、後半後半上り出した人もいるらしいよ。すげえな。 でしかも300本だって、は、上りが。800万、1600万、2400万円。上りだけで2400万円だよ、みんな。すごくない上りだけで2400万円。丸儲け。くそうんこしたいんだけど。ははは。 うんこしたくないみんな、今、俺、また。俺、さっきもうんこしたんだけど、ライブ中に一回うんこして、ライブ終わってからうんこして、またうんこしたくなってきた。どうしよう一生うんこから俺、逃げられねえ。助けてくれ、みんな。面白かったでもマジで。なんか、感想ねえかな 回数増やすと、今後やれるから、一回に集中しろ <laughs>。あ、でもやっぱ、共産で、上り出してる人とかもいるみたいね。 チョコちゃんの人が2分前にツイートしてる打ち上げ会社やってんの <laughs> 2分前にチョコちゃんの人がラジオのツイートと同時にライブに出ましたってツイートあげてる忙しい <laughs> よようライブ出てくれたなホークラを明日にするっていうあれはなかったのかむしろ忙しすぎるだろ 校門さんが100ポイント獲得ありがとう出る校 <laughs> 門が出ちゃったらもう脱校だろラジオよりこっちを優先しろって無言の圧力圧をかけてるあり得る高山怖いからな脱校って聞くといいことに聞こえる脱校しましたって言いたいな俺も 銀っうらやましい。銀テープな。うわあ、あれ、やっぱり同人誌書きてえな、そうやって考えると。脱交しましたって言いてえよな。みんなやっぱ最高って言ってるわ。誰も言ってない。誰も嫌がってない。 リコリス・リコイルが裏でやっぱりイベントやってたんだ入稿と脱入校入稿があのまあ1回入れることそのだからとりあえず出す提出する脱校が多分その入稿してあもう完璧な状態あの印刷できるよっていう状況になったのがもうだから原稿をやることから脱,し脱するリコリコ新作ね楽しみ 原稿を入れることが入稿で、原稿をすることから脱出することが脱稿。もう完全に完成した状態が脱稿だと思う。 なんか全然関係ねえけどさ、最近の AI すごくないなんかこないだ俺、AI 絵師のさ、Twitter 見せたんだけどさ、めちゃめちゃクオリティ高くて、しかもなんか安定して、絵柄が安定してたのね。それがすげえと思って。最近の AI 絵師は、すごいです。みんなさん。なんか AI 絵師って絵柄が安定しないと思ってたんだけど、 でかいサングラス見つけたわ。フェイスガード、フェイスシールド系で出てくる。<laughs> 探した。欲しかったん ?URL 教えてあげた方に言ってくれれば欲しかったって言ったら。マジで最近の AI すごい。うわあ、オタクたちが飲み会してるわ。打ち上げしてる。 ハンザがどっかで AI イラスト集が1位になったな。なんかその人がさ、俺見てたんだけど、ピクシブにエロ画像上げてて、AI の。めちゃめちゃクオリティ高くてびっくりした。俺描かなくていいじゃんって思っちゃったもん。ほんとに。めちゃめちゃクオリティ高かった。マジで。どうやってやってんだろうな。AI ってすごい。今の AI。 もう手も普通ににそそうそう,そう本当に手もめっちゃ自然な手かけてるし体もムッチムチのドエロいのかけてるし感動した俺はもう AI でいいじゃん俺が頑張って書く必要ねえじゃんと思ったでも頑張って書きます俺はもうお金がないのでエロ漫画で儲けます AI で儲けた方が一番よくない ?AI 絵師になった方が書かなくて済むしなうんーすげえ面白かった全然何かやっぱいいもんだったなめちゃめちゃ混んでんだろうな東京ドームの周り なんかそんな大きい駅じゃないもんね東京ドームの周りの駅ってすげえ混むんだよなオタクが転がってそうでもなんかまあこういうコロナとかも声出しも解禁されたからあのすげえめっちゃ飲み会とかで派手にやってそうめちゃめちゃ派手にやってそうオタクたちは楽しみだな明日も明日でえかごから <laughs> おじさんの顔見飽きたでしょ今日何時間も俺の顔で出でてるから絵描きましょうかねせっかくだし絵を描く練習でもしましょうかねしましょうかねせっかくだからこの買ったフィギュアでポーズ取らしてそのポーズを真似して 構図を真似して絵を描きたいんですどれぐらい時短になるかあ,あ手首が飛んでったあとさなんか今ツイッチのさアーカイブをダウンロードしてるんだけどすっげえ大変ツイッチのアーカイブのダウンロード助けてほしい ニコニコより大変そのまま罪にあげられるそんな機能あんのあとさそう今話すことじゃねえかもしんないけどあのアーカイブ同じニコ生保管庫の名前を動画保管庫かなんかに変えてそのままあげていいそれともツイッチ保管庫も作るめんどくさいよね でもなんかそのタイミングがぐちゃぐちゃになりそうでそれもそれで嫌なんだよなアップロードされるメインチャンネルを追徴ッチに変えたらタコライス川口のメインチャンネルってことメインチャンネルはな一応一応メインチャンネルだからさいずれ今後俺が人気者になった時にあの編集者を雇って切り抜きをあそこであのあげるっていうのが俺の夢だから 一応メインチャンネルはメインチャンネルのままであってほしいんだよね。もう半年ぐらい多分動画投稿してないけど。まあ、いっか。保管庫。保管庫は保管庫でまとめちゃおっかな。今ちょっとだからずれちゃうけど。あと、再生リストもツイッチと一緒にするか迷ってんだよね。その、もし投稿するとしたら。 混ぜた方が時系列今からさ、その、スイッチの動画を上げるとさ、保管庫に、時系列がぐちゃぐちゃになっちゃうから、古い動画、去年のとかから始まっちゃうからさ、時系列がぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのが、まあ一回そのぐちゃぐちゃの期間が存在するのは許してもらうか。再生数少ないし、上げなぞ。どれだけ、もう全部データ消してるわ、元の。 どれだけめんどくさいと思ってんのしかも、動画1個あげんの。えぐいからな、あれ。俺がどれだけ、なんでサボってるか分かるよ。やったら。そんな、そんなえぐくないけど。なんかそれをいっぱいやるってなると、すごいめんどくさい。あとなんか保存される、そのさ、Twitch のさ、あの、生、ん動画保存するとなんか、ファイル名がなんか、ほんとにロボみたいなファイル名で保存されちゃうから、なんの、 動画ダウンロードしたか分かんなくなるのがすげえ嫌だ。まあいいや。保管庫にあげるわ。結局。結局保管庫にあげるわ。ちょうんこして、めっちゃ。一回配信やめるかちょ。休憩しよう。ツールとかで落とせんのかななんかまあ詳しく調べよう。じゃあ。一回配信やめてまた適当に映画配信するわ。久しぶりに。ニコ生で。 なんで今日はちょっと一旦、一旦終わります。またちょっと1、2時間後ぐらい会おうぜ。ちょっと俺、うんこして休憩とかいろんな動画とか見たいし、このままくんこ話してただけになら、そういう日もあります。表にね、あの、現地からの、あの、帰宅民もいなかったんで、今日は。今日は終わります、一旦。また適当に配信するんで、よかったら、あの、見てくれると嬉しいです。それでは、また、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。楽しかったです。バーイ。